久薫部は日本の脚本家である。牧野正弘の最も苦しんだ若い時期に惜しみなく協力した盟友であり、七つの顔を持つ男で知られる片岡千恵蔵の当たり役、多羅尾伴内の生みの親である。本名、竹久武。現在の北海道滝川市に生まれる。牧野プロダクションに入社、同社で初めて採用されたのはオリジナルストーリーであった。中川忍が脚本家し、牧野正弘が監督したこの浪人隊兵記は1931年3月19日に公開された。同年の牧野解散後は高村正嗣が起こした、ただし永井牧野キネマで1932年、牧野正弘が青山正夫名義で監督した喧嘩道中記、同じく牧野が監督した2番手赤穂浪士の2作に、オリジナル脚本を書いた。同年、牧野と共に日活に入社、引き続き牧野とのコンビで野村胡堂原作の7人の花嫁の脚本を書き、荒井良平らにも脚本を提供したが、牧野の日活隠し後は1934年、嵐寛寿郎プロダクションに移籍した。同社では、喧嘩一代のオリジナル脚本、おさらぎ二郎原作の鞍馬天狗全3編、行友理風原作の月形半平太の脚本を執筆した。牧野正弘の録音研究による至福時代も牧野によく協力し、1935年11月、牧野による牧野陶器製作所の設立に参加、翌1936年1月に発表になった同社の陣容では、脚本部の筆頭に名を連ねた。1937年4月の同社の解散後、牧野が日活に一冊の脚本を手に売り込みに行くわけだが、それは久が書いた吉川英治原作の恋山彦であった。牧野と共に日活京都撮影所に入社する。1941年1月の日活の制作部門と新興キネマ、大都映画の合併による大映の設立以降も、大英に残ったが、1943年、牧野と共に、松、竹下鴨撮影所に入社、同年8月1日付で発令、発表された同社の人事で、下鴨撮影所長、牧野正弘、企画部長、牧野光夫、制作部長、辻義郎と共に脚本部長として、名を連ね、牧野に引き続き協力した。第二次世界大戦後の1946年、新体制下の大映京都撮影所で、オリジナル脚本、七つの顔が、松田定次監督、片岡千恵蔵主演で映画化。これが、オリジナルキャラクター、多羅尾伴内の初登場作品となる。以降、片岡の当たり役となった。1949年以降は、東横映画、1951年の三社合併後の、東映京都撮影所で脚本を書き続け、2本立て上映の元祖となり、久天皇と呼ばれた。1965年東映京都の合理化を進める岡田茂に引退させられたが、1973年にネットの長谷川新シリーズで植木等を主演にした江戸の花押抄の脚本を書き、これが遺作となった。1981年12月17日に死去した。東横映画で制作された横溝正史原作の金田一耕助シリーズの脚本を担当しているが、横溝によれば、久は原作の持つ悪の強さに理解がある、情に原作を読んでいる観客でもあっと言わせてみせるという自信家で、犯人はすべて原作とは異なっている。横溝は、私は私で至って寛容の精神に富んでいるから、シナリオを読むたびに、おやおやと思いながら、それでも映画が当たるなら結構ではないかと、かえって面白がっていたものであると回顧する一方、作者としては、恋願わくば原作通りにやってほしいと不満の意も示している。ありがとうございます。